お、ナイス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 。あ、ちょっといいサイズよ。何？え？アジよりいいよ。何来た？ちっちゃいけど味です。アジくんですね。おお、ちょっともうちょっとでっかいやつになったら帰っておいで。よいしょ。いますね。いましたね、アジ。でっかいやつがね。おお、楽しいからやっちゃうよね、これ。ああ、遊んでくれる足くんが。じゃじゃーん。すごい冷静な顔で見られてる。でもいいサイズになってきたよ、だんだん。ほら、12月のこの雨は痛いな。鼻水止まんなくなってきたし。ちゃう、この辺ダメだ、びしょびしょだ。ちょっと戻ろう。ここはダメだ、ここはダメだ。ちょっと一旦休憩しようか、これやばいわ。あー、やばいのに。いやー、うわー、寒い寒い。あ、引き出し、釣りたい。うわー、寒い。あー、ほらほら、だってこんなに釣れちゃうんだもん。いやー、落ちた。寝てますかね。ちょっと一回でもそれでもトイレ行くかな。これ一回ラストにして、いやー、当たらない。これでトイレに一回行こう。よしよし。なんか角にいろんなもん寄せられてすごい味付きそうだけど、この12月末の雨の中、
らいまで1グラム、まあ、そんなないからこれつけて。1.5 でもいいけどね。何をビニール袋に持ってんの。うまそう。気仙沼仕込みのイカ塩辛でやってみたいと思います。うわあ、味だ、味がついた。しかもイカや。釣れなかったらつまみながら。そうだね。でも箸がないよ俺らは。え？おお、いい引き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 っていうけども豆味ですけどね。よいしょ、アメくん。とはいえ、うん、何か塩から掴めるものないかなと思って探してみる。これあっちにある、後ろに入ってる。ナイス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 。あ、ちょっといいサイズだよ。何アジよりいいよ。何来た。あー、何来た。よいしょー。あ、何ですかねこれ。アイナメくんかな。アイナメくんっぽいに来ましたね。よいしょ、いくつくらいかね。15くらい。アイナメくん、ありがとう。アイナメくん、いいんじゃない。多分そんなんバカスカ釣れると思うよ。でかいわそれ。ちょっと買う。塩から間違えたんじゃないかな。いつの間にかもう手ですわ。今日私は今もうすでに15センチのアイナメを釣りました。私は今もうすでに15センチのアイナメ。元よりあの負けると思ってました。この塩辛めっちゃ釣れるよって教えてくれた。あ、知ってる人が教えてくれた。知ってる人が、イカの塩辛は絶対なんか釣れるって言って教えてくれたから。はい、私かかりました。私かかりました。私かかりました。塩辛の方、はい。あー、ごめんなさい。マジくん、リリース。よし。あー、来たらね。来たらでかいかもしれないね。そうなの。餌だと何でも食ってくれそうな気がする。ちっちゃいのからでっかいのまで。いやいや、でかいの狙ってんじゃない。全然あのオレンのはワームだから、あの魚に見せかけるように動くように多分設計されてる。ほら来た。設計されてからピロ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 動くけど、多分塩辛くはあんま動いてくんないのね。尾びれとかそんなんじゃない。もう味で食わす。おお、あエサ釣りはもうあれかもしんないね。どっかから落として置いとくだけでいいのかもしんないね。寄せてくるだから。
あの星が見えなくなった。雨が降ってきた。ここ以外のところ。はい。イカつまみですね。またセリはいなくなりました。頑張って釣ってこ。メバくんです。メバくんが出ました。メバくん、それイカじゃない。イカ塩辛ですね。